はい、皆さんこんにちは。最近豚が喋ってると言われる森谷でございます。最近オープニング、あ、声治りました。ありがとうございます。イエーイ。テンションがわかんない。寝る前です。今日はね、あのすごく右から初視線を感じるんです。ね、すごい今お風呂入りたいんだって。ということで、私のストレス発散でーん。今日佐川の人がなんかいたんすよね、あっちに、あの道路のとこに。で、佐川の人ちょっとなんていうの、話し方が面白いんだよね。はい、こんにちは。はい、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 っていう人なの。だから、あれ佐川の人じゃないですよ、はいはいはいって真似してたら、本当に佐川の人だったので、あっと思って、やべえ気まずいなって言って見てたら、近寄ってきたんだよね。で、オタクですって言って、全然違う通りで渡されて、あ、うちらやっぱ把握されてんだなと思ったら、やはり、はい、こちらでございました。これね、UFO キャッチャー、ネットの UFO キャッチャーやってるって言ったんですけど、何をやってるんですかっていう質問結構あったので、今度やるときにもしパソコンの画面を撮れたら、ちょっとそれでまた個別に紹介したいと思いますので、またはい、やりたいと思います。で、今回は何が届いたのかな。何したお前、またなんか硬いんだよね。ん、キティが見える。おいあれまたぬいぐるみ系か。あれ待って、違う違う違う、ん、待って、ん、あれ、はい、開け、キティが見える。あ、あの、はい、ということで、プレミアムポーチセット総柄バージョンというものが届きましたなり。あ、でも可愛い、このピンクのポーチが好きですね、やっぱりね、盛り上げ的にはね。で、これは iPad とかでも下着とかを入れようかなと思って、あの結構 ロケとかが多かったりするので、下着を入れようかなと思って、はい。で、この辺はですね、メイクポーチにしようかなと思って撮りました。結構これ撮るときにウィーンってやって、こうやって右の爪で狙って、こうやって動かしてっていう感じで、ガチャンってこう落ちた記憶があります。で、そうですね、今回はこんな感じですね、2つ、はい、プレミアムポーチセットと腹巻きでした。なんか本当にそういうネットゲームだったりとか、アプリとか、そういうゲーム実況とかもなんかしていきたいなと思うんですけど、なんか撮り方があんま分かんなくて撮れてなかったので、頑張って撮りたいなと思います。ということで、森有でした。バイバイ、おやすみなさーい。 Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。豚は喋りません。バイバイ、バイバイ、バイバイ。